写真拡大。東京六大学野球の砲台は7日、東京代々木の明治神宮を参拝した青木久典監督をはじめとしたスタッフ、主将の中村陣内野手ら120人が一昨年秋以来、3期ぶり46度目のリーグ優勝と日本一へ必勝。青木監督は、昨年秋は6連勝したものの、慶大に連敗して優勝できなかった。小刻みな継投で6連勝につなげた結果だったが、今年はもっと投手交代を早くしていくことも考えている。完投できると思っても、3回戦を想定したり、シーズンを勝ち切るために別な投手に変えることもある。ある意味、非常に見えるものが、もっと非常に映るかもしれないが、チームで日本一を争えるようにしたいと、ベンチ入り、部員全員に勝利のための役割を求めていく考えを示した。練習始めの6日にブルペンを入りしたほど意気込んでいるドラフト候補左腕鈴木彰太投手は、難所とか数字にはこだわらず、チームが勝つための投球ができるようにしたいと真剣に話した。